こんにちは。射水市民病院からのお知らせです。今回は機能性ディスペプシアについてお話しします。機能性ディスペプシアは胃もたれや溝落ちの痛みなど辛い症状を繰り返し感じることがあるのに、内視鏡検査などでは異常を認めない病気のことを言います。症状は辛いと感じる食後のもたれ感、食後早期の腹部膨満感、新下部痛、溝落ちの痛み、新下部灼熱感、溝落ちの熱い感覚などが挙げられます。機能性ディスペプシアの代表的な症状はこの4種類が挙げられます。数ヶ月以上これらの症状が続くときは機能性ディスペプシアである可能性が高いと言えます。胃潰瘍や十二指腸潰瘍、がんなど器質的病変がある人は機能性ディスペプシアとは言いません。器質的病変を除外するためこれらの検査が挙げられます。特に重要な検査は上部消化管内視鏡検査といえます。また食道、胃、十二指腸の病気以外の腹部検査として採血や腹部超音波検査、腹部 CT なども組み合わせて検査をするとさらに精度が上がります。機能性ディスペプシアの主要症状の頻度は食後のもたれが 24% で最も多く、次いで新下部痛が 22%、 筋満感が 15%、 早期膨満感が 12% でした。しかしこれらの症状はオーバーラップすることが多く、症状の表現も人により様々になることがあります。機能性ディスペプシアの患者さんにおいて上腹部症状は常に出現しているわけではなく、時間経過とともに変化します。また患者さんは一つだけの症状を持っているわけではなく、いくつかの症状が重なって出現し、時間経過とともに症状の組み合わせ、強さなどが変化します。上腹部症状を訴えて慢性胃炎疑いと診断された患者さんのうち、内視鏡検査で器質的疾患が認められたのは 6.2% にとどまります。器質的疾患の内訳は逆流性食道炎143例 4.8%、 消化性潰瘍は40例 1.4%、 急性胃粘膜病変は1例、がんは6例 0.2% でした。器質的病変を認めない人が 90% 以上となっており、機能性ディスペプシアの患者さんや予備群はかなり人数がいることが推測されます。機能性ディスペプシア患者の生活及び食事の注意点です。過食、高脂肪食や甘いものの過剰摂取、血食、深夜の食事、喫煙、過度なアルコール摂取、過労、睡眠不足、ストレスなどが症状の発現や悪化に影響を及ぼす可能性が示唆されていることから、これらは患者さんにとって好ましくありません。規則正しい食生活、バランスの良い食事、適度な運動、ストレスの発散、そして十分な睡眠が症状の改善につながります。機能性ディスペプシアは長期にわたって付き合っていかなければならない疾患です。生活習慣の改善自体がストレスにならないよう、無理のない範囲での継続的な生活習慣の改善を進めることが重要です。また約4割の機能性ディスペプシア患者に胃排出遅延が認められています。胃に溜まった食事がなかなか小腸に進まず、胃の中に停滞する割合が大きくなっています。機能性ディスペプシアの薬物治療の中心は酸分泌抑制剤と消化管運動機能改善薬になります。つまり胃薬と吐き気止めということになります。これらの薬剤が効果的でない場合は
漢方薬を使用することもあります。抗うつ剤や抗不安剤などを使用することもまれにあります。機能性ディスペプシアの治療のゴールは、患者さんの自覚症状、病態の改善、消失により QOL を向上させることです。治療は病態の説明や生活指導、食事療法、薬物療法、心理療法など様々なアプローチで行われます。気になる症状がありましたら気軽に相談ください。射水市民病院から機能性ディスペプシアについてのお知らせでした。